8月24日、1日の取引が終了しました。日経平均株価は反落しております。昨日と比べて80円87銭安の19,353円77銭で取引を終えました。トピックス東証株価指数も 7.85 ポイント安、JPX 日経400も 73.72 ポイント安とそれぞれ安くなりました。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 43% の878銘柄。これに対して値下がり銘柄数は全体の約 50%、 50% 弱ですが1000とびとび6銘柄となりまして、値下がり銘柄の方が約130銘柄ほど多かったという構成であります。規模別の株価指数で見ますと大型株がマイナス8ポイント、中型株指数もマイナス9ポイントとそれぞれ下げましたが、小型株指数はプラス1ポイント、プラス 1.6 ポイントと小幅に上昇して大引けとなりました。マザーズ指数やジャスダック平均、二部指数なども上昇しておりまして、中型株、特に小型株ですね、小型株には個人投資家などの買いで上昇するものも目立ちました。商いは全体的に低調でした。売買高は14億4200万株余り、売買代金は1兆7483億円と、節目の2兆円はもちろん1兆8000億円をも下回ったということで、低調な売買高となりました。昨日のアメリカの株式相場が下落したということを受けて、朝から全体的に売りが優勢でした。積極的な手がかり材料が乏しく、今後のイエレン FRB 議長の講演やその他の重要スケジュールを見極めたいといったムードが強く、売り買いともに全体的に手控えられる中で、小口の換金売り、戻り待ちの売りなどが優勢となっておりました。こういった中で景気敏感株中心に下げる銘柄が増えたということであります。引き続き地政学リスクやアメリカの政治情勢などを見極めたいといったムードも強く、外国人投資家の売買が少なかったということで、今日も薄商いとなりました。こういった中で下げが目立った銘柄、今日は鉄鋼株が全体的に売られました。例えば目立った動きとしましては神戸製鋼所5406は結局大引けで 5% を超える下落となりました。他にも最大手の新日鉄住金や JFE、 他にも特殊鋼メーカーなども含めまして全体的に鉄鋼株軟調でした。今日はトヨタ自動車が系列の部品メーカーに支給する自動車用鋼材の今期の下期の価格を引き下げると上期に比べて下落する見通しであるというふうに日本経済新聞が伝えたことが手がかり材料となりました。これが採算悪化につながるということが警戒感を誘いまして鉄鋼株が軟調でした。逆に上昇した銘柄としましては5706、非鉄の三井金属が上昇しまして、こちらは年初来高値を8営業日ぶりに更新しました。最近の非鉄市況の上昇傾向が追い風となっておりますし、一部の国内証券会社が目標株価を引き上げたというレポートなども手がかり材料になりました。あとは中小型株が全体的に堅調しっかりという中で、新興市場ではエイミング、こちらゲームのメーカーでありますが、エイミングが今日も急騰しております。こちらは新作ゲームの事前登録が好調だということが引き続き早されておりまして、今日も大きく買い上げられる動きとなっておりました。以上、今日大引けの模様東証アローズからお伝えしました。